ゼロサム20周年。そっか、仲間か。嬉しいですね、仲間って。そうだな。明日はいよいよ討伐だ。早く休むぞ。辛い目に遭いながらもこの家業に戻ってきた強い女だが、はい、その手はどこか危うく儚かった。火星魔導士の異世界生活、冒険中の火星奉行を受けたまわります。さて、ここがマンティコアの住処か。気をつけろよ、向こうの殺気がかなり強い。ああ。俺さ、無事マンティコアを倒したらしおりの作った唐揚げ食いたい。お前な、帰りの楽しみがあると頑張れるだろ。なら私は焼き鳥がいい。あれを魚に酒を飲んでみたいものだ。私は果物のミントシロップ漬けがいいわ。野営でデザートなんて最高の贅沢よ。たく、では俺はあの豚の生姜焼きとやらだ。濃い味のソースが気に入った。みんなバラバラ。しおり、お前はどうだ。お前が望むものは何かあるか。私の欲しいものなら、私は確かにマンティコアだ。依頼は完遂だな。ご苦労さん、よくやってくれた。で、どうだったよ、うちのとっておきは。見事なものだ。道中快適で疲れ知らずだった。そりゃ何よりだ。ちなみにあいつに決まった男はいるのか。それはいねえが、けどならいい。おい待て、アレク、しおりには手を出すな。何かあって傷つくのはあいつなんだ。お前なら分かってんだろう、そんくらいは。一ギルドメンバーに随分と食い下がるな。手放したくないのはあんたの方じゃないのか、公爵閣下。あいつは俺が拾った。もう妹みたいなもんだ。兄として妹の幸せを願うのは当然だろうが。だからこれ以上傷つけるような真似をしたら、いくらお前でも許さねえぞ、OK殿下。無論だ。しおり、あれ、アレクさん、どうし、気をつけて帰れよ。そうですね、なら私は。あの時かすかに聞こえた声。私は居場所が欲しい。しおり、お前の願い俺が叶えてやる。チャンネル登録はこちらです。おすすめ動画はこちらから。グッドボタン、コメントもお願いいたします。